海賊容疑者を拘束しようとするアメリカ海軍水兵と沿岸警備隊員海上治安活動は海上の治安確保、過激派などによる攻撃及び人員、武器輸送の阻止等を行う海上での軍事的治安活動の総称。略称は MSO。海上阻止行動などはこの活動のうち人員、武器輸送の阻止の行動に当たるため国連安保理決議などでは 海上阻止の要素と表記される。国家の生きが外執行管轄権の行使について国際法の観点からの議論がある。海上治安活動は古くから海軍の主要任務の一つ。自国や他国の船舶の安全を確保する目的で行われ、公海上で臨権を前提条件として発展的に打破撃沈が許される場合がある。 古くは18世紀のスペイン、後のイギリスによる海賊船取締りや第二次大戦前のアメリカ海軍のドイツ、潜水艦への攻撃などがある。近時、アメリカ同時多発テロを受けて米国を呼び、その同盟国によって地上戦支援の目的も含んで展開されるようになり、本来の活動の意味が拡大されることにつき、議論がある。北。 大西洋条約機構諸国は、主に地中海で同様の活動を行い、インド洋などのアメリカ軍管轄地域では、他国籍の合同会場部隊が組織され同様の活動が展開されている。イギリス海兵隊の臨検チーム会場治安活動の実際の活動内容については、米海軍と NATO でそれぞれ違いがある。例えば、NATO による、 典型的な MSO は次のように行われる。民間船舶に対して船舶名や活動内容等を明らかにするよう求める。官邸から送られた情報に疑わしい点がある場合、船舶の寄港予定国の法執行機関に伝達する。状況に応じて、官邸から15から20名の兵士が船舶に乗船する。文書や船にを検査、押収する。 米中央軍海軍部隊では、米海軍のみではなく各国の海軍の部隊とも連携して MSO を行う。そのために、この多国籍部隊を CTF と位置づけ、その式は米海軍配合艦隊司令官が兼任で行っている。2006年2月時点で、米軍の MSO の参加艦艇は約45隻存在する。 CTF の担当海域を踏みよに参加する日本の海上自衛隊の艦艇は、このうち CTF150 を支援している。CTF150 は15から17隻の艦艇によって構成され、その指揮は各国が約半年のローテーションで受け持つ。ただし、海上自衛隊の艦艇は日本の司令部の指揮下に置かれており、 活動海域もペルシャ湾までと限定されている。ありがとうございます。